鶴が信人は日本の男子カーリング選手で、漁師。北海道所町出身の男子カーリング選手で、漁師。北海学園北見大学卒業。もともとスピードスケートをしていたが、中学2年生でカーリングを始め、翌年には全日本ジュニア選手権で優勝。世界ジュニア選手権では1996年に7位、1997年も4位に入り、 九十七年には大会のベストスキップに選ばれる。日本選手権では九百九十六年から九百九十九年まで四連覇を達成。九百九十八年長野オリンピックでは若干二十歳にして日本代表のスキップを務めチームを五位に導いた。その後は北道ところのカーリングチームアイスマンのスキップとして活動し、二千十年から二千十二年まで 日本カーリング選手権で3連覇している。また、東京の小笠原歩美と組んだミックスダブルスにも挑戦した経験がある。2013年の第30回日本カーリング選手権の決勝で SC 軽井沢クラブに敗れ準優勝となった。両氏との両立が難しくなったため日本選手権への出場はこれが最後と表明した。現在は 公益社団法人日本カーリング協会協会委員、会副委員長、名寄市立大学にて特命教授としてスポーツ実技にカーリングの講義を担当。また、中高生のジュニアチーム、ところジュニアのコーチも担当しており、2021年には日本カーリング選手権大会に出場した。ありがとうございます。